で、そして、それに、ついて、あ、た、か、関連して、まあ、あの、うん、百田さんと、有田、有本さんかな、はい、あ、そうですね。はい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 。まあ、この、自民党の、まあ、その、国対がね、だらしないっていうか、要はその、立憲民主党が、その、審議出てこないって言ったら、ああ、よかったね。くだらない時間使わない、あの、アホなこと聞かなくて済むねと。じゃあ、粛々と進めましょうってやれば僕はいいと思うんですよ。うん。別にこんなの、本当に、あの、何も建設的なことをやる気のない人たちですからね。うん。国籍ごまかすとか、そういうことしかやらないんだから。うん。まあ、この人たちに審議に出てもらわなきゃって言って、謝る必要がない人は謝らすっていう。まあ、僕はとにかくね、あの、何でも謝って済ます、その日本の悪さっていうのが出てると思いますね。うん、なんだろう、なんか小学校のいじめでもね、なんかいじめられた方がいじめられることに原因があるから謝れみたいなことが頭のおかしな教師が時々いるじゃないですか、うん、まあ、そういうようなことをやっちゃいけないんですよ、うん、と思います。いかがでしょうか。これね、謝るのがダメなんですよ。謝るのがダメで、僕例えばあの芝木隊のね、人から訴えられたことがあって、名誉毀損だみたいな。それで僕は、何が名誉毀損だと、お前だってとんでもないこと言ってるだろうと。そして裁判所に行っても、まあ、両方とんでもないこと言ってますよねと。だから、これは喧嘩両成敗ですで、向こう200万だかの、まあ、その損害賠償みたいなのを出してきて、ふざけるなって、結局裁判所も0円ですってなったんですよ。両方悪いからと。それで終わったんですけど、いや、向こうが弁護士と一緒に、いや、分かった。お互い悪かったのは分かったと。0円でもいいと。ただ、一言ちょっとすいませんって言ってくれるもん、それでじゃあ水に流しますからとか言ったので、いや、本当にすいませんでしたね。これが気をつけましょうねって言った、その次の日に、小野寺道議謝罪ですから。投資にバーンって出て、まあ、ふざけんなと。200万の損害賠償が0円になって、喧嘩両成敗でどっちも悪いって話になったのに、僕が謝ったっていう記事を出すと、こいつなんか悪いことして謝罪したんだなってなっちゃうんです。だからこれも同じように、あ、向井地さんちょっと変なこと言いすぎて謝罪して取り下げたんだなってなるということだから、これ政治家にですね、意味のない謝罪をさせちゃダメなんですよ。それをさせてるっていうのは本当に腹立たしいし、プラスこれ国会が本当に情けないで、これ、うん、今の国会の審議を見てたら、野党に死ぬほど時間を与えてて、とんでもない、まあ、議論ばっかりしてるので、もっとちゃんと議員数に割り当てた、その質問時間をね、党にそれぞれ割り振るだとか、国会そのものを変えてって、いや、いいよと、そんな、その議論したくないんだったら出てこなくてもいいからと言って、本当に、まあ、諸外国のように来なくたら来ないでいいからと、うちらで決めるっていうぐらいのことを、国民にちゃんと説明しながら、こうやることが国益にかなうんだと、こんなことを言ってて、ただこう出てるんですよっていうようなことも、ちゃんと説明しながら国会を運営していかないと、すごく一部のわけのわからないテロリストみたいなのがいっぱい国会議員にいて、全部妨害だけすることしか考えてなくて、その先国がどうなるのかみたいなことを一切考えていない人たちがいて、その人たちにずっと付き合ってるので、これ本当に迷惑だからやめてほしい。そう、要するにモンスタークレーマーでしかないですからね。うん、本当、うん、そうと思います、はい、じゃあ次、はい、言いましょうか。はいはい、はい、次行かせていただきます。高市氏を擁護しない自民党ということで8番お願いいたします、うん、海竹さんのツイッターです、はい、立憲の議員ですら小西議員を全力擁護しているのに、自民党の議員はだんまりで味方を打つ末松議員まで現れる始末。末松委員長ですね、うん、この一連の顛末で自民党にとことん失望したわというふうに言われています。こちらお願いします。いや本当そうですよね。いやこの僕ね、末松さんってどんな人なのかなってやっと最近になって調べたらね、この人清和会やべ派なんですよね。あ、そうなんだ。そう、びっくりしちゃった。それで一応ね、あのその本人の政策見ると、まあ、憲法改正に賛成とかね、あの、まあ、いろいろこう、まあ、あ、なるほど、保守的なあのことを、あの選挙前に新聞のアンケートとかあるんで、そのちゃんとそういうふうに答えてるな。いやだけど、あの、まあ、じゃあそういう政策を持っているのはいいけど、同じ政策を持っている、まあ、あの、清和会じゃなくても、高市さんは、
自民党内で同じ考えの同志なわけじゃないですか。ね、と思わないのかなと。それとも今は直属 の, あ の, あの総裁が岸田さんだからね、あの、まあ、岸田さんとか岸田さんの周りにいるね、あの変な人たち、まあ、ポケットに手突っ込んであの上見てるような人たちの言うことを聞くのが自分の将来のために必要だと思ってるのがなんだかな、あのちょっと間違ってんじゃないですかっていうふうに思いますよ、うん、いかがでしょうか。これ自民党の中でよくあるのが、まあ、政治の世界っていうのは、まあ、ひがみの世界なので、うん、あいつが俺より目立ってるだとか、あいつが人気があるみたいなことだと結構嫌がらせしてきたりですね、いう世界なのです。これ本当に子供みたいなんですけど、でその中で高市さんっていうのは本当に国民から支持を得ている中で、いやちょっとあんまりちょっとなんか天狗になってんじゃないのかみたいな、そんな変な人たちもいるので、多分これも、なんていうのかな、自分の方が立場が上なんだだとか、ちょっとお前はあまりその出しゃばったことするなみたいな、そういう多分上から目線で押さえつけようとしてるんじゃないのかなと、お前がその足並みを乱してるから自民党が全部悪くなっちゃうんじゃないのかみたいな、そういうなんていうか、筋を通さないで、まあ、なあなあで済ませた方がいいって考える人たちがいるので、僕はそっち系の人なんじゃないかなと思っちゃいますよね。ね、だからちょっとね、せっかく委員長なんだから、もっと名采配を振るってもらわないとね、どんどん評判が下がりますよね。采配がひどすぎるもんね。ひどすぎる。逆にちゃんと説明しろって言った方がいいのに、うん、関係ないこと言うなだとか、そうそうそう、何言ってるんだみたいな止めようとして、そう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 、あれは止めたらダメな質問、答弁なのに、そうそうそう、何やってんだろうこの人と思ったら、うん、この人だったんですか、うん、絶対安倍派だよ。全然嫌じゃないですか本当に。そう、ちょっとがっかりしちゃった。本当がっかりする。ね。じゃあこういうちょっとね、がっかりしたので、いいとこ見せてもらえることを期待して、ちょっといいとこ見せろとこうね、プレッシャーもかけながらですね。はいはい、そうですね。まあ時間ですので、次はコラボの問題なんですが、それこの次のセッションに。行きたいと思います。まあ今でも、はい、まだ2分あるのか。どうそうですね。吉田さん、すみません。あ、2分あるんですが、スパチャをいただいておりますので紹介させてください。はい、紹介してください。お願いします。はい、沢口さとみさん、いつもありがとうございます。スパチャいただいております。ちょっと一部なかなかの言葉があるので、ちょっとだけ変更させてもらいますが、吉田先生、小野寺先生こそ国会で発言される方なのに、小西議員、ちょっとここちょっと難しい言葉なので、ちょっと小西議員と言わせていただきますが、小西議員が学芸会をする場所になり下がった日本、自民も終わりましたね、セキュリティクリアランスそっちのけで旅行に行く岸田総理もダメですね、もう知らんがなというふうにコメントいただいております。ありがとうございます。そうですよね、はい、いや本当もったいないんだよね。安倍総理菅さんの時に結構ね、いい方向に日本行くなと、モンスタークレーマーをなんとかしながら行くなと思ったら、もう岸田さん、どん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 ね、もうぐだぐだにモンスタークレーマーにね、もう頭下げて、何してかにしてってなっちゃって、もうどんどんなんか、日本の将来がこうね、期待度がどんどん下がってちゃうような悲しさを感じますよね。うんうん、だから先ほどはね、電撃砲もいいと思ったんだけど、じゃあ、安倍さんがゼレンスキーさんに会いに行くのと、岸田さんが行くのじゃ、やっぱりね、意味合いとか、今後の展開に対するなんていうの、こう、影響度とかね、違いますよ。絶対違う、絶対違う。うん、だって、国際的なね、枠組みだとかの話をしている中で、いろいろな仲間をわーっとその集めて、もう本当に国際的な発言力が強かったので、まあ、あそこに、ウクライナに行っても、いろいろな話ができて、じゃあ、こうした方がいいんじゃないのかみたいな、本当に、まあ、質の高い素晴らしい会談ができたはずなんですけど、今回多分できてないんじゃないのかなみたいな、頑張りましょうみたいな、そんな感じだったんじゃないのかなと思っちゃいますよね。そう、だから、これまでとね、同じような総理大臣なので、またなんかお金の約束するだけで終わっちゃうんじゃないかみたいなね。そういう気すらしますよ。だから、彼がどれだけね、素晴らしい、まあ、外交を、キーウでするか、まあ、勝手に決めつけちゃいけないんでね、慎重に期待しながら見たいと思いますけど、うん、安倍さんだったらっていうね、これをやるかみたいなのが、うん、まあ、ちょっと今は期待できないんでね、それ見せてもらえるなら見せていただきたいなと思いますね。本当、
ね、はい、はい、では記事2番に突入ですか。はい、では次行かせていただきます。 WBC の裏でこんなことがあったんですが、なんか静かな感じがしますね。2番3番一気に行きたいと思いますが、岸田総理ウクライナ電撃訪問ということで、産経ニュースさんのツイートです。岸田氏とウクライナの電撃訪問、ゼレンスキー氏と会談へ。ミサイル攻撃を受けているウクライナ上空を避け陸路でキーウに入ると見られる。安全上の理由から訪問日程は報道時に公表されていなかったと。そして3番小野田紀美議員のツイッターです。電撃訪問、こんな風に到着前にがっつり報道されて、到着するまで情報が漏れなかった米国のようにならない日本の情報漏洩防止体制と報道が、本当にこの件に限らず毎度毎度政府内部の情報も漏れすぎですし、もっと危機感を持って対応を考えないと、国民はもちろん情報を共有する外国からも信用されないよというふうに指摘しておられます。こちら吉田さんお願いします。はい、これなんだっけな、ワルシャワじゃワルシャワな、ポーランド の、 あのウクライナ国境 の、 あの、まあま、街で電車に乗るところとかを日程かなんかが、まあ、報じてたかな、 NHK も報じてたかな、うん、で、でフラッシュが いい記事を、もう悪い記事も書く雑誌ですけど、1月の時は読売が漏らして台無しになったと。で、国境のところでは日テレが、漏らして心配ですねみたいな、でこんな状況で大丈夫なんですかって、まあ、あの小野田議員と同じように、あのフラッシュがですね、懸念を表明したというですね、立派な雑誌じゃないかっていう驚いたんですが、いや本当にあの、まあ、政府のが多分ロシア側にも通告をしていただろうっていうことなんですね。あの、まあ、ロシアに隠してというよりは、そういう意味ではある意味、まあ、なんていうかな、いろいろその情報戦と外交戦との中でやっていたとは思うんですけど、まあ、それにつけてもアメリカのメディアマスコミっていうのは多分知っていたけど、やっぱり自国の大統領 の、まあその安全性に関わることだから、本当にちゃんと事前に報じないわけじゃないですか。でそれに対して日本の、まあ、マスコミという人たちはやっぱりどうしてもあの国の安全とか、その一番の、まあ、最高指揮官であるところの首相の安全とか、あのなんていうかな、お花畑で本当に死ぬことはないだろうみたいなね、本当に押されることはないだろうと、それよりあの、まあ自分 の、 あのなんていうの、取材能力だとか、まあ、視聴率だとか、そういうものが大事だっていうね。うん、まあ、それが、そういう、あの、弛緩した、その、態度が、警察もね、日本の警察はそういう弛緩した警察、特に奈良県警とかね、いうところはあって、まあ、最も大事な方をね、暗殺させてしまった。まあ、この国全体が他が緩んでいることが、ここでも表れてるかな、っていうふうに僕は思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、僕、これなんですけれどもね、まずその、まあ、その、なんですか、その、野球の勝利で、弾んでしまって、本当にその、運が悪いなというふうに思っている一方で、これね、前の日の、その、インドでの、まあ、その、記者会見の時に、首相がいないみたいなことになって、すぐ、いや、実は、行くんです、みたいなことを言っちゃってるっていうこと自体で、そもそもどうなのかなっていうのと、あと実際に NHK ともう一つ TBS がどこかわかんないですけど、2社がそのポーランドから、まあその列車に乗ってキーウに向かうっていう、そこを乗るところを取っていたっていうことは、僕はですね、もう情報漏洩を誰かしたんじゃないのかなと思ってるんです。まあ、こういうルートでこの時間にこうやって行くからねぐらいのことわかんないと、多分あそこでドンピシャで取れないと思うので、そういう意味において本当に情報をちゃんとコントロールできているのか、特にこういう問題は、まあ、本当に、まあ、そのセンシティブに扱う必要があるのに、こんなにゆるゆるだったら、本当に小野田議員が言ったように、全然セキュリティクリアランスの背の字もないぞ、この国は、だとか、この政府がこんなにベラベラ喋って、結局全部の首相は、キーウに入ってから実は来てるんですね、っていうことだったのに、前の日からわわわわ騒いで、
7時ぐらいに入るに違いない今日のみたいな話になって、さらに電車の、まあ、その状況まで取られるということは、スピンしたらもうやりたい放題やられる状況なんだということも分かんなきゃいけないなっていうことで、本当にこの国大丈夫なのかなと思います。で、これを電撃だって胸を張ってるのがですね、電撃でも何でもなくて、一回行こうとして、情報が漏れて失敗して、行きたくてうず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 していたっていうのが分かっていて、さらに今回外国に飛ぶから怪しいなってみんな思ってたのに、それを電撃だっていうのもどうかなと思いますし、僕はデヴィ夫人の方が電撃だったと思ってます。それでね、あれなんですよ、あの、マスコミと、マスコミが信頼できるマスコミであればなんですけれども、あの要するに今のアメリカだけでなくて、よその国のマスコミは全部そうだろうっていうふうになるんですけど、あの事前に漏らして、でそのまあ、例えばのポーランドで、その2社が取ってもですね、キーウに、あ、じゃあキーウじゃない、キーウについて、うん、でゼレンスキーと会って、でその後で、実はって言って、こうこうこういう経路で密かに行ったんですっていう動画をあの配信するんであれば、あの事後であればね、まだね、あの、うん、安全性とかそういうことに問題がないわけなんですよ。あのまあ、もう要するに非公開映像だったもの、まあ、あの終わるまであの撮らせてもらったけど漏らしませんでした、そういう配慮もないわけですよ。でこれあの別の件では例 の, あの赤木さんですか、あのオフレコ発言後、あの、うん、あれは毎日新聞ですけどね、あのこれはあの大事だから漏らしていいんだみたいなね、あのオフレコなのに自分がいいと思ったら漏らしちゃうみたいなね、おもらし君みたいな、うん、あの要するに日本のメディアっていうのは結局信用できませんと、うん、よその国やと国のメディアと違ってと、誰の命も大事にしないですと、大事なのは自分たちだけですねと、まあ、こういう人たちに我々はね、よそのメディアと違う、あのまあ惨めで哀れなメディアに、まあ、その情報をあの、まあ、任せて生きてるんですねということを改めてね、あの自分たちの見回して自分たちの世界、そういう世界ですよという、うん、まあ、よその国と違いますよということは認識して対応しなきゃいけないっていうふうに思うんですけど、うん、そういう理解していいですか。本当にその理解でいいと思います。本当に今回がっくりしました、はい、じゃあそんな感じで、あのマスコミの方からあの批判があればお待ちしております、はいはい、時間が来てしまいました。最後、はい、チャットの結果を紹介させてください。明日は WBC 決勝、日本 VS アメリカです。日本が勝って優勝する前提のアンケートです。明日の勝利スタイルはということで、4位は、うん、明日も WBC は主張しません 11%、 今永ダルビッシュの投手陣系統で完封 11%、ヒヤヒヤする展開、終盤に日本逆転勝利 35%、 そして1位は大谷、吉田、村上、岡本大爆発 40% というふうな結果になりました。そしてすみません、一般ライブの最後にですね、小野寺さんから素敵なお知らせがございます。11番スタッフさんお願いいたします。素敵じゃないんですけど別にね、今度あの東京に行くタイミングで日曜日なんですけれども、4月の1日に講演会があるということで、これはですね、一般の方も参加できるようにしていただきましたので、もしですね来る方はぜひ来ていただきたいと思います。今ですね、北海道の問題いろいろ調べている最新の情報をお伝えしようと思いますが、とんでもないことになってますので、ぜひ来たい方は来ていただきたいと思います。はあ、いいですね。お願いいたします。はい、はいね、それではこの後は、あ、吉田さん何かございますか。いや、あの東京で小野寺先生のお話が聞ける貴重な機会なので、皆様ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。それではこの後はメンバー限定ライブになります。月額390円ににて登録していただきまして、ご視聴チャット投稿お待ちしております。この後はチャット質問コーナーもあります、概要欄またはチャット欄からご移動ください。お待ちしております。ありがとうございました。では皆様、一般ご視聴の皆様ありがとうございました。ぜひぜひ、メンバーシップの方もあの入ってみてください。ありがとうございました。